文化の日の今日、皇居では天皇陛下にとって最後となる文化勲章の新授式が行われ作曲家の一柳俊さんらに勲章が授与されました新授式は午前10時半から宮殿の松の間で行われ作曲家の一柳俊さんら5人に天皇陛下が勲章を手渡されました受賞者を代表して東大名誉教授で法学者の金子博さんが この栄誉にふさわしい研鑽と精進を続ける所存ですと挨拶をすると陛下はくれぐれも体を大切にされ今後ともそれぞれの分野の発展のために尽くされるよう願っておりますと述べられました陛下から手から勲章をいただいて平成最後の文化勲章をいただいたのだという実感が強く湧きました